大西隆則は、日本の政治家、元衆議院議員、奈良県吉野郡川上村生まれ、奈良県立名美高等学校、上智大学法学部卒業。大学卒業後は故郷に戻り、家業である、木材業、林業を営む。1986年から衆議院議員、前田武氏の秘書を務めた。1998年より民主党本部に勤務。 2009年、第45回衆議院議員総選挙に民主党公認で奈良4区から立候補したが、自由民主党の田野瀬良太郎2835票差で、赤敗、重複立候補していた比例近畿ブロックで復活し、初当選した。なお奈良4区は、2000年まで、かつて秘書を務めた、前田武氏の地盤であった。2012年、 第46回衆議院議員総選挙に民主党公認で奈良4区から立候補したが、田野瀬良太郎の次男、田野来田道に敗れ、比例復活もできずに落選。2013年、第23回参議院議員通常選挙に民主党公認で奈良県選挙区から立候補したが、自民党の堀井岩尾に敗れ落選。2014年、第47回衆議院議員総選挙に、 民主党公認で奈良4区から立候補したが、再び、田野禅に敗れ、比例復活もできずに落選。2016年5月、健康上の問題を理由に、民進党、奈良4区支部長を辞任した。2020年5月31日、敗戦癌の試し去、64歳没。ありがとうございます。